せーの、セナノアセナノア、うーハッピープレイ、パチパチパチキラン。早かった、久々の忘れてた。こんばんは。はい、皆さんこんばんは。今日の企画は、はい、帽子紹介を、帽子紹介をしていきたいと思います。していきたいと思います。意外とね、帽子の投稿ってコメントもらえるんで、うん、インスタとかでセーナとか俺が被ってそこの帽子ですかみたいなのもよくあるんで、ちょっとこの際紹介させていただきます。でまずキャップが3つありますね、うんうん、もう1個バレンシアガは車の中だ。車の中にもう1個キャップがあります。まあ4つだけど今は3つ、うん、もういきなり紹介していく、うん、古いもんから紹介しようか、うんうんうん、はい、これは何ですか、見せてください、皆さんに近くで。レッドモンです。テラハでも被ってたと思いますね、被ってた。懐かしい。これベトモンが流行る前にセイナ被ってたもん。うん、私の中では流行ってたけどね。あ、セイナの中ではね、この1年後ぐらいに世間的にみんな被り始めたから。そうだね、ベトモンを、うん、俺も知らなかったし、ベトモンって可愛いでしょ。うん、俺もこれ兼用で被るから、いつもこうもいけるし、たまにこうもするし、うんって感じ。かわいい。前髪が実はこんなに伸びてた。結構伸びたね、うん、あれ、これはなんか何年前？4年前だね。だいたい4年ぐらい前。4年前か、懐かしいね、うん、いいでしょ、うん、いい味出してきてるでしょ。いい味出してるね、うん、この辺がボロボロしてきてね。これもまたね、かっこいい味だよ。そうなんですよ、ベトモン。もう流行ってるのかな、ベトモンって今かな、うん、どうだろうね。私これ買ったのどこで買ったっけ。韓国だったような気がする。韓国旅行行った時。本物やろ。当たり前でしょ、やめてくんない。ほんと失礼な男。でもね、これはね、サイパンで買ったんで覚えてる。覚えてる、サイパンの空港ね。そう、ビューティーフリーで、ヤリラフィー帽子ね。そう、ヤリラフィーがつける前から俺たちつけてたのにさ。そう、これ可愛いよね。可愛い。サイパンの確か行きの空港で見ていいなってなって帰りきりを買ったんだっけ。そうそうそ う, そうだよね。もう4万5万ぐらい確かね、そんなもんだったと思う。サイパンでちょっと安いかなぐらい、日本だともうちょっとするかも。そう、ね、4、5万ぐらいで買ったかも、グッチの。そうそうそ う, そう、ね、これ結構目立つんだよね。そうだね、なんかこういうセットとかとさ合わすのが私は好きかな。普通に上下黒とかでこれだけとかって可愛いよね。可愛い。これ全部グッチにするとヤリラフィーになるから。ヤリラフィー痛いだけでしょ。はい、これが、うん、俺ね、わかんないんだよね、ブランド。でもサリバンだったような気がする。いや、サリバンだよ。だよね、俺はこれ買ってきたんだよ、セイナに。そう、ノアのママさんが買ってくれたんでしょ。これ俺買ったよ。あ、そうなの。帽子はだってさ、これと赤のさ、2つさ、色違いのセット買ってきた、買ってきた。あ、そうなの。そう、これは本当はね、赤もあるんだけど、これ確かサリバンだったと思う。でもブランドは書いてないのよ。でも、買ってきた時のタグを見る限りだと、うん、ジョン・ローレン・サリバンだっけ。日本人だよね、あれ。そう、日本人だよね、確か。ちょっとうろ覚えだけど、ここにね、アフターダークっていう刺繍が入ってて、うん、これも可愛い。この T シャツもあるし、パーカーもある。これね、サリバンね。これは、はい、バケットハット。バケットハットね。セイナ最初バケツハット、ね、バケツハットってずっと言ってた。恥ずかしい。店員にバケツハットくださいって言ったら、はい、バケットハットですねって。あれみたいな。言い返されて。そう、私32年間バケツハットだと思ってました。これ流行ってるね、今、うん、ね。そうだね、うん。どこのブランドですか。これバーバリーです。バーバリーね、バーバリー。見るからにやな、うん、バーバリーね。好きよ、こういうなんかちょっと90年代テイストの感じ。はいはい、うん、まあまあ最近じゃない買ったの。1年前ぐらい。1年前ぐらいに。これもどこで買ったか覚えてる。これはね、神戸かな。違うんだよ、これもサイパンに行った時に欲しくて。でもそんな買わなかったよ、うん、で、結局私しれっと新宿のバーバリーで買ったんだ。あ、そうだっけ。うん、ヤリラフィー。違う。違う。違うの。俺はね、バケットハット似合わないんで、顔がダメなんだよね。いや、まあヒゲがない方がいいね。あとこれちょっと、これちっちゃめだから、セイナの頭はもうちょっと深くないといけないのかもしれない。可愛い。これいくらぐらいした？これは覚えてない。ね、まあ5万前後ぐらいじゃない。いい値段するね、帽子で。多分ね。はいはい。はいはい。ここからバゲットハットに流行ったんで、そう、一時、ね、私キャップ、バケハ、そして、いや違うよ、その前に
あのさ、ハットだ。私のね、生い立ちはハットブームが来ました。何年前？7、8年前。おお、前だね。ハットね、うん。その次にキャップブーム。その次にバケハブーム。その次にやってきましたよ。じゃあまあ順番がありましたから。そうそう、順番がありましたから。キャップは3、4年前だよね。うん、そう。ちょうどあの番組に出会った時ぐらいだよね。あの時あれだったね、うん、で2年前ぐらいからバケハに移ったんだよね。バケハに、はい、そうです、うん、そう、バケハに移って、これはね、ルシラン、なんて読むかな、バンジンスキー、ルシアン・ラ・バンジンスキーだったと思う。このさ、BR って書いてる、これ高くなかった？そう、これね、ちょうど去年とか一昨年前に、うん、あの海外セレブとか、あの、うん、海外のモデルの子たちに流行って、うーん、そうそうそう、それこそキアラとかさ、うんうん、あのベラ・ハリット、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 そう、ベラ・ハリットで、そう、こういう感じ。これ最近でもあんま被ってないね。うん、最近は被ってない。なんかこの一時期ずっと被ってる。ヒョウ柄とかこういうトラ柄とかヒョウ柄って結構さ、大阪のイメージあるやん。洋服とかだとさ。ああね。でもなんかちょっと違うテイストのおしゃれな感じやね。うん。柄が。うん。よく去年かぶってたかな。かぶってたね、うん。ちなみにおいくらぐらいですか。これはもう覚えてないな。全く覚えてないな。いくらだっただろう。でもセールで、エストネーションのセールで買ったのは覚えてる。あ、これ。うん。うん、かな。じゃ次に。じゃんじゃんじゃん。これはこれはこれは俺とセイナの大好きなあのね、ヴィトンの2号のコラボ、2号のコラボ、2号のコラボのバケハでございます。ねえ、かわいいよね。これはそう、なんかね、全部ヴィトンとかの柄じゃなくて、こういうところどころついてる感じがまたおしゃれやなと思いました。ね、半年前ぐらいかな、ニゴとヴィトンがコラボして、うん、あの受注生産でしか最初はね買えなかったんですよ、うん、ニゴヴィトンって、まあ、呼ばれた方とか、まあ、いろんなね、いろいろあったんですけど、なんやかんや結構蓋を開けてみたらね、結構物がどっかにあったりとか、うん、まあ、それでもやっぱり人気で結構物が売り切れる、その種類によっては早く売り切れるみたいな、うん、それがこのデニムシリーズ、帽子もそうやし、上のジャケットなんかで多分紹介したと思うけど、うん、セナ持ってるジャケットもそうやし、うん、パンツはどっか売ってたりする。関西たまに行くと大阪とかに売ってるし、リュックはもう全部完売やと、俺が持ってるリュックとか。なるほどね。そう、あと小物系、財布とか長財布とか、ああいうのは全部売り切れやったぐらい人気だったね。ねえ、あんまりこうかぶってないよね。そう、結構かぶってるけど帽子、うん、あ、そう、ちょっとこの生地がさ、ちょっと夏っぽいからさ、あ、今はちょっとあれかな、デニム生地だし、本当かわいいね、見ると。そう、かわいいんだよ。ニゴのコラボのジャケットさ、うん、私、黒のデニムじゃん、うん、本当は揃えたかったの。ブルーがなかったね。そう、ブルーがなかったんだよね、ジャケット。まあでもこれはこれでかわいいけどね。うん、いやでもね、なんかね、今年のトレンドはね、セットアップとプラスやばいな、これ、あの帽子を統一感出すのがトレンドなんだって。トレンド、そう、全部揃えるっていうのが。はい、ではいきます。じゃんじゃじゃん。はい、これは私がディレクションディレクターをしてるダブルドットのバケハです。夏にすごい人気で、これは完売して今はもう売ってありません。人気だよね。人気だったよ、ね、全部売り切れちゃった。こういう感じです。こうやってね、ロゴがいっぱいペコ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 ってなってます。これはすごい欲しいですって DM いっぱい来てたね。そうなんです。もう売ってないやん。もう売ってない。うーん、再販予定もなし。これは再販予定ないね。いや、何回か再販してもちょっと、皆さんはもうメルカリでしか買えません。メルカリで売ってるかな。いや、分からんけど。でも売ってないってことはもうメルカリにあればっていうあれだよね。そうだね、うん、はい、じゃーん、ラスト、バケハラスト。これはマルセロ・バーロン。マルセロです。バーロン、バートンかも、ちょっと分かんない。もう一番最近でも1年前、でも1年前かな、バケハは、うん、シンプルにね、このね、ワンポイントなんだけど、可愛いんだよね。可愛いよね、どっからどう見ても
マルセロって感じでし。これしかもなんかのコラボじゃなかったっけ。そうだっけ、マルセロ・バーロンとスターターブラックレーベルってとこ。そうなんだよ、これねコラボなんだよね。うん、本当だ。ブラックレーベルだから後ろにこれ分かりにくいんだけど、俺もちょっとこの、まあ、有名なんだろうね、うん、スターターブラックレーベルっていうのは。気づかなかった。だからスターター、これエストネーションじゃなかったっけ。うん、多分ね。これエストネーションです。はい、じゃーん。で今もう一回来てます。はい、私ハットの前にビーニーって分かる？分かんないね。あのね、昔っていうニット帽、ベロ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 っていうやつにハマって。ブラピーが昔若い時してたやつか。そうそうそう、ちょうどあれがほら、ね、ちょっと10年ぐらい前じゃない？うん、そんぐらいか。でもそんなぐらいよ。私はそれを見て被ってた。そう、そういうの流行ってたの、10年前。長いのがね。で、またもう一回来てますよ。今度そんな長くないけど、ニット帽。季節もあれだしね、寒いですから。どこのやつですか？これはマルジェラです。マルジェラね。俺の大好きなマルジェラだね。そう、このね、見てポコ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 ってやつ、かわいいでしょ。あのニットも売ってるしね、マルジェラは、ね、そうそうそう、マルジェラはね、これさ、薄いピンクじゃん、うん、薄いピンクと薄いグレーですっごい迷ったんだけど、正直両方欲しかった。でも両方買ったら10万、まあ6万ぐらいしたからね、1個それ。いや、そんなしなかった、5万しないぐらいだった。うん、多分だから10万近くするから、ちょっとまあ2個はいらないね。2個はいらないか、同じ形はいらないよ。そっかそっか、2個は。でもね、そう、最近のちょっと私のヒート、うん、です。はい、はい、こんな感じかな。はい、よかったら参考にしてね。いっぱいありますね、帽子が、うん、これの次に買ったのがあのあれだよ、バレンシアガだって、北海道でさ。あ、髪の毛やっぱさ、髪の毛さ、セットしなくて済むよね。もう最近あんましなくなったけどね、ハット。昔は結構なんか、うんうん、ハットブームみたいなんで親父も結構かぶってたけど、うん、最近あんましないかも。何よ、ハットをかぶんない。ハットはね、確かに、うん、キャップでもそうだし、バゲットハットもそうだし。帽子かぶんないってこと？帽子かぶってないよ、俺たちそんなに。あ、そう。だからやっぱ時期的なもんだろうね。夏はやっぱかぶることが多いし。え、冬もかぶるよ。だって昔よりあんまかぶんなくなったねってこと。私はかぶる。俺毎日かぶってたからさ。あ、確かにノア前かぶってた。毎日かぶってた。だからかぶんなくなったねってこと。確かに。そうだよ。かぶってないでしょ、俺今。ノア今かぶってない。かぶってないよ。確かに前。建造とかかぶってた。かぶってたよ、かぶってたよ。もうほぼ毎日かぶってた、帽子。確かに。そう、男性はね、セットがめんどくさい時が多いからさ。だからよ、その話を。そう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 。うん、それか、それがね、なくなってきたっていう。はい。はい。いや、入ってたから閉めてくれるのかと思ったよ。ニアセイノも締めてくれるのかなと思って。はい、はい、よかったら皆さん参考にしてね。はい、参考にします。はい、この動画がよかったら、はい、いいねボタンと、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。